どうも、バビジンでございます。夏の彼方、続きからやっていきましょう。開幕余談なんですけど、この実況を撮ってる日がね、あいにくの雨でして、まあ夏の雨って言ったらね、ジメジメしてしんどいんですけど、まあ小学校の頃とかね、多少の雨ならプールの授業は結構するので、なんか、プール入る前のあのシャワーが地獄だったな、みたいな。だから地獄のシャワーだぜ、みたいなことを言ってた時期を思い出しました。はい、やっていきましょう。前回キャラクターエピソード聞こうが終わったんだよね。なんで、次の物語ですね。行きましょう。エピソード2の4、語りかけられて。感染者から摘出したアンテナを回路につないでみれば、何かしらの信号を受信していた。感染者から取り出した他の品も、似たような信号を発することがあるらしい。誰かが語りかけている。あかりはそんな想像を語った。語りに答えようとして人々の体が狂っていく。なら語っているのは誰だろう。ということで、3件探索することでエピソードが進行しますと。はい、ということで、探索を終えてね、帰還したんですけど、まあ、次の物語かな。あかねさん。ん？何？前言ってたことなんだけど。前？ああ、どれだろう。私の恋バナのくだり？こんなの聞いたことないよ。これはそれでちょっと興味あるけど。そうじゃなくて。JK の字止めっていいよな。あの宇宙人の話。ああ、そんな話したっけな。覚えてないな。大人はね、あのね、悪いことがあるとすぐ忘れるんだよ。言いたくないことがあると。忘れたふりをするんだよ。したけど、他人から聞かされるとなんか本当バカみたいで。へこむなぁ。なんでそんな話しちゃったんだろう、私。知らないよ。で？それが何って？宇宙人が、ちょいストップ。宇宙人って単語使うのなしにしない。恥ずかしがってんじゃん。え？じゃあどう言えばいいの？説明するのむずくない？じゃあ代わりにチュパカブラと呼ぶことにしよう。あんま変わんないよ。で、その宇宙人が、はい。宇宙人から何かの信号が送られてきてて、私たちの体がそのせいでおかしくなってるって話だったよね。まあ、宇宙人ってのは物の例えというか、私の妄言だけど。でもそんなことはあり得る？どうして宇宙人は私たちと直接話さないの？体をおかしくする必要なんてなくない？そもそも宇宙人が信号を送ってきてるっていうのは私の妄言だし。仮説というか仮説にも満たないただの妄想だけど。仮に宇宙人が何か信号を送ってきてるんだとして。例えばその宇宙人が私たちと同じように意識を持っているとは限らないんじゃない？どういうこと？私たちに信号を送ってんのに？向こうが意思を持って信号を送ってるとは限らないよ。なるほど。そんなつもりは全然なく、たまたま信号が届いちゃっただけかも。引き違いだったとか。そもそも届けるつもりじゃなかったとか。もしくは、宇宙人に意思なんかなくて、勝手に届いちゃってるとか。それって宇宙人というか。こんな風に説明すると、そうだね。どっちかっていうと自然現象みたいだね。自然現象。まあ、特にこの世界に何か干渉する意図はないみたいな、そんな感じ。半年前に何かをきっかけに何かの信号が世界中に届くようになって、その信号を受け取った人々の体が次々とおかしくなっちゃって。地震とか台風とかそういう自然現象の一つなのかも。ま、こんなの何の説明にもなってないけどね。それで私たちに意識できないところで私たちの体がおかしくなる。体だけが誰かの声を聞いて答えようとしている。私たちの知らないところで。自分の知らないところで自分の体が何かに答えようとしている。彼女と一緒に黙り込んで考えてしまった。こんなことがあり得るだろうか。自分の体がやっていることを自分で知らない。意識できない。それでも体は変容していて、その変容に耐えきれず、やがて意識を失った怪物になり果ててしまう。そんなになるまで体だけが勝手に変わってしまう。うまく想像できなかった。自分の体が勝手に一人でに何かに答えようとして変わってしまうなんて、想像もつかない。でも、と思う。でもそんなのは、もしかしたら何ら奇妙なことではないのかもしれない。風邪をひくとくしゃみが出て熱が出る。体が勝手にウイルスと戦おうとする。意識が気がつくよりも前。それだって意識の知らないところで体が動いていると言えるかもしれない。何も風邪に限った話ではなく、普段暮らしている間も、体は意識とは関係のないところで働いているのか。心臓を動かしたり、食べたものを吸収したり。そんなのだって意識には一つも上ってこない。体がこの体が一人でにやってる。
なんだか急に不思議な気分になった。まあ確かに当たり前のことをさ、ふと考え始めると、それが何なのか不思議になってこない。当たり前なのかみたいな。なんで当たり前なのかみたいな。そんな感じで寝れない日々も僕にもありました。頼もしいよな。恐ろしいよな。なんで生きてるんだろうとかね。死んだらどうなるんだろうみたいな。自分の体が自分のものではなくなってしまったみたいな。それは多分最初からそうだったんだけど。今までそんな風に考えたことなかっただけ。意識の知らないところで体は動いている。意識の知らないことを体は知っている。そんなことを彼女と話してみようと思った。うん。私も同じことを考えてた。この体の私の知らないところで。誰なんだろう。誰が私たちに語りかけてるんだろう。この空の向こうに宇宙人でもいるのかな。それとも別の誰かかな。どうしてそんなことをするんだろう。知りたいことでもあるのかな。ただ話してみたいだけなのかな。私があなたと話してるみたいに。ああ、なるほどね。エピソード2の5、意識と体。誰かが語りかけている。一体誰が語りかけているといいのだろう。誰と問える存在ではない。かもしれない。宇宙のどこかの星が爆発して、その余波が人の体を狂わせているとか。そもそもそんなもので人の体がおかしくなるだろうか。考えたって何もかも想像でしかない。進行条件は満たしているので、このまま先に進みましょう。眠い。私たちの体のこととか、宇宙人とか、そういうの考えてたら眠れなくなっちゃって。考えてもしょうがないのに。あるよな。ああ、高校受験の前日だって全然ぐっすり寝たのにな。でもそんなに、どんなに考えても、こんなことになってる原因がどんなことでも、結局やることは同じなんだし。空き家を漁って、ご飯を食べて、暗くなったら寝る。もし原因が分かったりしても、全部元に戻ることなんてないんだろうな。ま、それでもいっか。嫌なことばっかりじゃないもんね。学校でつまんない話聞かなくていいし、大学受験もないし、ブラック企業で働かなくてもいいし、すぐ慣れちゃうからさ、私。この暮らしはこの暮らしでなんかいいなって。最近思うんだ。強い子だね。あれ、誰かが呼ばれてるっぽい。ちょっと行ってくるね。普通の人は多分社会のレールから外れたら結構戸惑うもんだけどな。ねえ。どうしよう。あかねさん。一人でどっか行っちゃったまま、帰ってこないんだって。あかねさん。エピソードに語りかけるもの、エンド。あかねさん。エピソード2の6、失踪。ウイルスのせいじゃないとか、語りかけているとか、宇宙人とか、そんな話をしている最中に突然姿を消した。こんな状況では街に出たまま戻ってこないなんて珍しいことではないのかもしれない。けれど、行き先も告げずに出て行ったというなら何か事情があるのかもしれない。そんな風に考えるのは都合が良すぎるだろうか。やっぱ恥ずかしくなって出て行っちゃったんじゃない？エピソード進行アイテム、一つ必要。時計が生えてきた感染者のカバネ、屍。赤い花が、なんか感染者関連だな。ちょっと不穏だけど、探索しに行きましょう。静まり返ったホームセンター。到着っと。一軒目ホームセンターだね。騒ぎが大きくなった後も、ここを訪れた人は多いだろう。まあ、便利だね。いろいろ道具とかあるでしょう。無人のホームセンターは随分荒らされている。地下駐車場、ほとんど自動車は残っていない。こんなに暑い駐車場なら他の誰の姿もなくたって奇妙じゃない。それなのに、風で倒れたスクーター、錆びついた銀のセダン、配線ケーブルの詰まった箱。まあ、車系はね、結構ゾンビ確率も高いけど、いいアイテムがありそうなんだよね。長年手入れしながら乗っていたのだと思うといたたまれない思いになる。ここには何もないかな。お、来た。赤い花が生えてきた感染者の屍。とりあえずは一個ゲット。じゃあ駐車場。屍だから、まあ、結構大きめだよね、多分ね。展望裏の駐車場に来たよ。乗り捨てられた車が乱雑に止まっている。あ、ミニバンあるやん。車調べてくか。車上荒らししていくか。ライ麦パン。あそこにいるの？おばあちゃんだ。あ、出た。黒いフードかぶってる。ブツブツ交換ババアだ。
こいつでも、武器くれるけどさ、弾くれないんだよね。なんかよくわかんないんだけどさ、あのおばちゃん、ハンドガンと私の鉄靴交換してくれたし、でもハンドガンは持ってるし、弾が欲しいんだよ。じゃあやめとくか。いらないんだよな。ごめんな、ばあちゃん。よし、なんとか、生還した。あ、来た来た来た。おーい。ねえ、待ってよ。誰だろう。やっと追いついた。あかねさん?ではない。歩くの早くない?キャット?てんてんてん。不思議な T シャツを着ておられる。でも同い年っぽくないなんか結構。若めだよね。さっきあそこから出てくるの見かけて追いかけてきたの。ねえ、君さん、こんなとこで何してんの?結構明るい少女って感じするね。死の。これとこれと、あとはこれとか。あ、この写真はね、すぐその辺なんだよ。ちょうどさっき見つけたとこって感じ。へぇ、こんなとこあったんだ、この辺に。そうそう。で、これとこれとこれがまだ見つかってないってわけ。これとかあれとかな。抽象的すぎるな。本当に写真の場所を巡ってるんだ。あ、信じてなかったんだ。だって、たまたま拾った写真に写ってる場所を探して旅してるとか。こんな状況でそんなことしないよ、普通。まあね。けど、ずっとしたかったんだ、こういう旅。こんな風になっちゃう前からさ。まあ、アニメのさ、舞台、聖地巡礼とかで、あるよね。その、出てくる背景と同じとこで写真撮ったりみたいな。こんな状況でもないと一人旅なんてなかなかできないじゃん。そう、それこそさ、一人旅でしかできないんだよ。誰かと、友達とかといると、友達がそのアニメを見てなかったらできないから、僕も、結構一人で行って、聖地巡礼しに行きます。というもんなのかな?カメラはずっと前から好きだし。写真の場所を見つけたらどうするわけ?やったーってなる。それだけ?それだけ。達成感 is priceless。あー、バカにしてる。いや、別にバカにはしてないけど。やっぱ冷めてるな、ちょっとな。それでさ、夏野ちゃん。しばらくの間、ご一緒しない?あんまり気が合うタイプには見えないけどな。逆にプラスとマイナスでありなのかもね。ずっととは言わないから。ここで会ったのも何かの縁だし。車の旅っていうのも楽しそうだし。偶然出会った人としばらく行動を共にするっていうのは旅っぽくない?まあ、いいよ。ほんと?一人より心強いし。やったー!この写真の場所っていうのを私もちょっと気になるし。え、ほんとに?さすが夏野ちゃん、見る目あるねー。同年代の女の子とな。ああ、こっから死の辺始まるのか。写真の場所を探す少女。突然現れて行動を共にすることになった少女は、やたらと明るくて話を聞いていると、こっちが疲れるくらいだった。その天真爛漫さを見ていると、たまたま拾った写真の場所を探す旅をしているというのも嘘ではないんだろうと思ってしまう。誰のものとも言えない写真に、彼女は一体何を見てるんだろう。見覚えのある景色、写真と似た景色、写真に写ってる景色。まあ、写真関連かな。探しに行きますか。一軒目誰もいなくなった海で。あ、釣り竿持ってくんの忘れちゃったな。まあ、いっか。釣り竿来た。ガラスも調べて、いい天気だな、あっつ。なんかワンピース発見してる。え、あの、皆が追い、海賊の皆が追い求めてたワンピースついに見けた?大丈夫か?見覚えのある景色。あ、いいね。後でちゃんと調べてみる。割れてしまった木の机。あ、あった木の机。で、これを、多分キーピック使えば、開けられるんじゃないかな。木の机あるね。キービック使って木の机調べてみよう。来た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 。あ、どうなるの?あ、まずこっちね。大きな姿見とテーブル。テーブルはでも机と一緒じゃない?ショットガン、大事に使いますんで。だい、弾がないんだって。弾1個しかないんだよ。姿見、何もない。はい。あ、メモが書いてある?戻ってきた君へ。ごめん、待ってあげられなくて。本当にごめん。ここで死んだって君を待っているつもりだった。でも、できなかった。ごめん。君が許してくれるならこの先で、きっとまた会おう。だって。ちょいちょいなんかさ、こういうメッセージとかがさ、残ってるんだけど、関係あるのかな、ストーリーに。麻袋。
あ、写真と似た景色。いいね。外につながる扉の方行きます。タブクロは？あ、玉ねぎね。じゃあまあ、ある程度回収できたから帰ろうかな。OK。ねえ。何？これさ。あ、写真ね。写真が何って？ほら、見てよ、これ。これってさ。あ、本当だ。これって。ね。行ってみよう。なんか、具体的な内容は、何もこっちには伝わらないんだよな。そうだね。そんな遠くないみたいだし。行こっか。これからわかるんだろうね。やった。この場ではね、教えてくんないんだよ。ほら、やっぱり、写真のと同じ建物だよ。本当だ。意外と見つかるもんだね。写真の場所なんかは絶対見つかりっこないって思ったけど。こういう目印になる建物があるといいね。案外見つかったりするんだ。でもさ、こういうさ、会話だけでさ、話が進むゲームってさ、あまりなんか、こちら側に配慮のない方が良くない？そっちの方が自然だよね。って僕は思います。なんか、漫画とかである、なんか説明口調みたいなやついるじゃん。これはこうこうこうで、こういう場で、こういう会った時に、みたいな。それをセリフに織り交ぜると、ちょっと違和感あるよなっていう話。けど、これってどっから撮ったんだろう？この高さは建物の上とかかな。かもね。あの辺の屋上とか登ってみる？まあ、せっかくだし。案外変わらないんだ。確かに。草はボーボーだし、ガラスは割れちゃってるけど、思ったより写真と変わらないかも。草が生えてきても、ガラスが割れてても、ここから撮ったこの街の写真だってわかるもん。こんな風だったんだ。白が持ってる写真って、なんかゼルダ思い出すな。ん？風景の写真ばっかだよね。ああ、そうだね。なんで？なんてって、さあ、たまたま入った家で拾っただけだから。この写真撮った人の趣味とか？夏のおもちゃん？まあでもこんな世の中じゃ、何かを目的に生きるって難しいもんな。あ、ごめん。どっか明日？なんとなく実家のあたりと似てるなって思って。夏野ちゃんの実家って東京の方だっけ？東京って言っても端っこの田舎の方だけど。そっか。シノはどっから来たの？私は、長野の山の中の小さな町だよ。へえ、いいな。自然の中の故郷ってなんか憧れるかも。きっと綺麗なんだろうな。ねえ、どんなとこだった？教えてよ。あんまり言いたくないんだろうね、きっとね。故郷のことは。どうして？どうしてって、山の中の田舎のふるさとってなんか憧れっていうか、いいなぁと思って。話したくないならいいけど。北も南も西も東も全部山に囲まれてるから小さな町だよ。田んぼばっかりで。夏はセミがうるさくて、冬は雪が積もって。川の水が冷たくて。染め物がちょっと有名で。おじいちゃんとおばあちゃんばっかり。私、町を出て高校生になるまで同級生いなかったんだ。ああ、なるほどね。そっか。同級生がいないって想像もつかないな。だから、同年代の女の子見て、ちょっとテンション上がったのかもね。雪だって私の住んでたところはちょっと降っても積もんないし。雪合戦とかはした？あんまりいいかな。小さい頃はやってたけど、ちょっとだけ。写真は？持ってないの？写真？持ってない。カメラに興味持ったのも街を出てからだから。今日の写真はないんだ。そっか。はい、じゃあ一旦ここまでにしときましょうか。またね、じゃあ次回はシノのエピソードになるのかな？ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。